二人天杯、初音夏目の二人天杯になっています。紛らわしいな、初音夏目母音が一緒ですね、確かに全部母音一緒だと言いづらい、言いづらいです。え、で、初音舞、夏目チーだよ、ほぼ一緒、母音一緒、母音ほぼ、マとチー、マとチーが違う、マとチーが違う。そう、コメントからも、毎毎一気に借金返済できるかなと。いやもうファンの あと3万点、あと3万点です。8000オール4000オール、4000オール2回だよ、4000オール2回、8000オールとかダメ、ダメですか、4000オール2回、4000オール2回、4000オール6000オールぐらい、 お来たよ、まず来たドラガンコやん、ドラガンコ、まず6000オール来たよ、そう、ドラをね、ドラをお伝えするの忘れてました、ドラガシャ、今年もいいじゃん、初音がアンコ、形もいい、これ噂に聞く、純ちゃん三色でしょ、で夏目がここは降りるでしょ、シャーターンでペイが効いていないと、野上も、ここもちょっと苦しい、これは初音、ああもうあとはもう何を引いて何を切ってリーチかなと。でもこれだけスピード差あるとね、大体一人旅になりそうだな、あんまり押し返すって話にならなそうな、まあ、リーチツモドラさんが見えてますか、一発か裏ドラ、一発か裏ドラか、まあ、シャーモールだね、6000オールしたいね、シャーカンしてシャーが、はい、あイペコだ、イペコで6000オール、あこれえ16000オール、16000オール、そっちそっちあります、ありますね、そっちか、欲張りですね。じゃあローワン引いたら一回玉ですか、嘘なら出上がりもできますが、リチソ初音は考えてますね、あの顔はリズムイペイコドラさんで十分じゃない、おおどうしますか、これは様子見る、ちょっとだけ一旦取り玉しますか、一旦川に置いたぞ、一旦置きますか、まあ最悪パーソス持ってもちょっと待って、これ白田嘘つもぎりそうだぞ、これ怖いね、怖いです、あさ初音に天杯が入っております、夏目は切らなそうだよね、形差しがあるからね、役は嘘は切らない、あこの嘘嘘ないじゃん、上がれる、あと1枚、ちょこれすえローソーチーソー引く方が多いってことですか、じゃあ分かんない、あるのローソーチーソー、チーソー、 あります1枚ずつありますよ、1枚ずつある、ローワン、ローワン、ローワンは2枚いる、2枚いる、2枚いる、これ一路コールありますよ、あーローソーがローソーなくなった、ローソーなくなった、ローソーなくなったね、チーソー引いてローワンツモと、リッチすんじゃね、そろそろリッチですか、これなんかタイミング難しくないですか、僕いつも思うんですけど、あーローワンなくなっちゃった、あローワンなくなっちゃった、じゃあリッチだ、じゃあリッチだ、じゃあもう分かんねえって、分かんないまあでも本人としてもチュンチャンパイの、あでもあの9番手出しはちょっとなんかね、うん、ローワンも入ったかなと、2番切ってるのに9番手出しだから、まあ、あーパーソー打たれた、もうリッチだ、つもぎリッチだ、つもぎリッチですか、しないしない、おでもさ頑張ってる、でもさ数ランク上がり逃したらさってなるよね、なりますね、頑張ってる、まあ、嘘だったら上がれるし、パーソーだったら積もって4000オールでいいかと、夏目なんか3、4、5連射みたいな、気がついた夏目が、一応まだ可能性あるんでしょ、チーソーとローワン1枚、チーソーローワン1枚ずつ1枚ずつ、ローワン白田が1枚、ウソは1枚、ウソも1枚、ウソ1枚、ウソはパーソー2枚ぐらいあるのか、ただウソを打つのの白田だけなんだよね、パーソーひょっこりつも、パーソーひょっこりつもありますね、あるなるね、2枚いるからね、うん、お、しごろ、あれリーチ打っちゃう、一旦リーチ打っちゃいます、あこれチーソー見せられたらもう追っかけだ、これは追っかけリーチ、これ白田ピンチ、このチさあリーチのみ、急走とペイのシャンポン待ち、急走とペイ前山ですか、白田が急走2枚、あ考えてる、考えてる、つもぎリーチか待つか、リーチ打った方がいいんじゃないですかね、さすがにね、さすがにこう見るのか、急走1枚見せられたし、あとそうですね、直撃チャンス、直撃チャンス、トップの直撃チャンス待ってたわよと、まずっつって、夏目はまずっつって、え絵だよねこれ、夏目はペイが残り2枚、だペイ待ちだからワンチャン脇からがなくなるけど、ペイ待ちペイが2枚のウッパーソーが3枚だっけ、ウッパーソーが3枚ですね、急走はないんだ、急走は白田、はい、白田が2枚持ってます、でもローソーとか通るとはちょっと分かんないです、これ夏目掴んだら終わるぞ終わりはしないですよ、いやこれローソーとかやり直しになるだけです、チーソーとかローワンとか持ってきたら寒い、あスーピン、スーピンも通ってもういいよ、上がらせてあげようよ初音一回、嘘嘘積もって6000オール、嘘積もって、うん、ね、嘘積もって6000オール、寒い、ま、寒い、ちなみにナンがまだ場に1枚しか出てないので、あ2枚裏さんコースが、あそういうこと、何かなと思った、1番1番怖い、
ペイもいるんだよね一応。ペイも2枚います。2対3なんでもうほぼ一緒ですよね。もうここのまだまだ。なんだ。まずだ。あ、まずはね、まだまだ。コメントで死人が出るぞ。死人が出るぞ。でも死ぬのは夏目ぐらいだ。まあ、夏目が嘘つかんだ日にはもう。どうするって。おお、いい。おい。いい。落ち統一になってきたけど、まあ、白田は受けてますね。パピン。会社違い、なんかそれドキドキします。すみません、解説室も今ドキドキしています。いや事故来るかも、事故来るかも。あー、おう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 。実際藤永さんこれどこでリーチします？初音さんのこのタイミングっすか。そうだね、夏目が来た。嘘だー、夏目から嘘高め。これ裏取り乗ったらインパチ。イエス、3つ乗ったら240リーチ。イーペイコードラさん、夏目から12,900の直撃。これは釣り出されちゃったね。釣り出されましたね、ダマテンが。こういう効果もありますからね、うん、これさすがにね、テンパってると思うよ。うん、真っ暗になるこういうやつ、目の前が うわってなりますよね。マージャンスリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしています。ぜひ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。